こんにちは内藤証券中国株情報の時間です本日も東京日本橋株都庁内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から生放送でお送りします解説は内藤証券投資調査部甲文化さんです甲さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそれではまず中国株式市場の動きを振り返ってまいります

月間で4.29%安と月足ベースで中国本土市場と揃って売られました、はい、それでは直近の動きについて解説をお願いしますはい、えー、まずこちらの c s i 3三百株価指数の推移をご覧ください、はいえー、前回紹介しました通り7月中旬から下旬の半ばまでは、えー、売り買いが交錯するさえない展開となりました 不動産の販売低迷や景気回復鈍化の警戒感などが嫌気された一方中国政府による産業支援策への期待は高まっているからです。 しかし中国共産党は24日に開かれた中央政治局会議で自動車や住宅関連スポーツ観光などの消費を掘り起こし不動産政策の最適化に向けた適地調整を表明したことが伝わりますと翌25日に本土市場は急反発。 ご覧のとおり同月末にかけて上,上昇しました節目の4000ポイント大台を回復し31日に直近高値もつけましたその後は12年ぶりのアメリカ国債の格下げを背景に米長期金利の上昇に伴うドル高減安への懸念が高まり指数が8月初頭で下げに転じました 続く4日には中国政府4部門の共同記者会見を開いたことが交換されまして景気刺激策への期待が高まったから幅広い銘柄ーーが買い戻されその日の売買代金も1兆円を超えました。 しかしそれ以降は国内の景気回復頓荷や米中対立の長期化と激化を嫌気する売りが相場の重しとなりました特に8月11日から中国不動産大手企業の債務問題は再び警戒され本土株式市場の事案も悪化させました。 はいわかりましたえそれでは続いて香港市場はどのような動きだったでしょうかはいこちらはハンセン指数の動きです前回紹介しました通り7月中旬から同月下旬まで指数はも,もみ合いながら緩やかに上値を展開となりました 中国政府が内需拡大に向けた具体的な政策措置を伝わりますと幅広い業種と銘柄は買い戻されました。反戦ンン指数は31日に約6週間ぶりに終値で2万ポイント大台を回復しました。 一方、8月に入りますと、ご覧の通り、香港市場は一転調整相場となり、反戦指数が14日に約3週間ぶりに節目の1万9000ポイントを割り込みました。その背景には、中国北部の政界比。 6月や7月の低調な貿易収支、部下統計、金融統計の発表があったほか、アメリカ国債の格下げや対中投資政権の米大統領令も嫌気されました。 昨日十15日発表されました、固定資産投資などの主要経済指標も予想を下回り、景気鈍化への懸念は改めて相場の重荷となりました一方、中国の金融当局は同日、MLF 金利を2ヶ月ぶりに0.15%引き下げ、緩和的な金融政策スタンスを示しましたはい分かりました。 以上直近の中国株式,株式市場の動きについて解説いただきました、はい、この後は知って得する情報コーナーです、はい、知って得する情報コーナーこのコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります今回はどんなお話になりますか はい、前回に続き、この度は長期投資の観点で注目される中国株の第3弾を紹介いたします。はい、この話題シリーズで紹介予定の中国株は合計で9銘柄となりますけれども、今回はスケジュールの通りバランス型ポートフォリオの3銘柄を紹介します。 する予定です。はい、わかりました。え、はい、高さんはこの番組で7月に2回の出演を通してそれぞれバリュー型、グロース型のポートフォリオをご紹介いただきました。はい。え、今回はこの話題のシリーズ最終回を迎えますけれども、はい、どのような発想からバランス型のポートフォリオを紹介していただけるんでしょうか。はい、これはこの発想は中国のじゅ中中核隆谷に借りた知恵ですね。はい。 えー、すなわち儒、えー、教の、えー、中心的な思想とされる重要の道です、はいえー、高橋さんはこの意味をご存知でしょうかそうですね重要と言いますとこう行動や考えがこう極端に行き過ぎない中間といったような意味合いでしょうか、はい、おっしゃった通りですねはい。はい 中国株へのバランスが取れる長期投資も同様なす道だと考えております、はい。すなわち、本当な投資対策は、足がななく偏りもないことですねそのためには株式市場における一つの事実を確保しておく必要があります。 これは上場株式の市場価格とその真の価値は必ずしも常に一致するとは限らないことです。うん 両者の乖離について例としては飼い主と犬の山登りで解,析解説できますけれども、はい、これは株式の真の価値を飼い主の標高市場価格を犬の標高として例えたものです。うん、具体的な意味については縦軸を標高 H 横軸 実感間 T とする2次元のグラフで説明しますけれども次のスライドをご覧ください、はい、この説明用のイメージ図では山のふもとから目的地までの間の飼い主の標高を青い点線で犬の標高を赤い実線で示しております。 犬はスピードが速いため時々飼い主より上に走ったり下に行ったりと繰り返しますけれども飼い主との離れる距離には限界がありますね。 株式取引市場における株上場株式の真の価値と市場価格の強弱関係も登山中の飼い主と犬の主従関係とよく似ていると考えております。これに基づいて私が考えた一つの活用例はバランス型ポートフォリオの構築です。 上場株式の新の価値の市場価格との乖離幅についてバランス型ポートフォリオはグロース型とバリュー型の中間に位置しキャピタルゲイン とインカムゲインの両面でバランスを取り重要の道のスタイルですねなるほどわかりました、はい、それでは上場株式の市場価格が真の価値と乖離している原因というのは何なんでしょうか、はい、これについては次のスライドで詳しく説明いたします、はい、ご覧ください上場株の真の価値はファンダメンタルによる理論価値であり純正に合理的なものです 一方、市場科学の形成は多種多様な市場参加者の実際の行動とその時の感情や心理に影響され必ずしも合理的とは限らず感性的な成分も含むのが特徴です。 このような差異があるため、市場科学が真の価値と常に乖離しております。うん、両者の乖離を説明できるのは、高度ファイナンスや高度経済学、プロスペクト理論などですね。はいいななるほど例えば集団から離れたくない群衆心理によって、うんはい この群衆心理に従って行動するハーディング現象というのも株式取引市場ではしばしばば見られるものでですすよねね、はい、そうですね、はい、ちなみにプロスペクト理論はどののようなものですか、はい、この理論によりますと例えば個人投資家にとって持ち株の評価益が出ている場合は損失回避の心理に従ってすぐに陸いぶりに走りやすいことですね。はい 一方評価損が出た場合はそれを挽回したいと思って逆にハイリスクを取るような、うん、あのこのような行動判断をしやすいとされておりますえまたこの話題シリーズで紹介対象となった三つのポートフォリオは単純、えー 平均ベースで単純のこの平均ベースでの株価指標を見ますとえ値の大きい順からえそ,のそれらのランキングを見ますとえ次のようになります。PR の面ではえグロース型、バランス型、バリュー型の順位ですけれども、配当、利回りの面ではえバリュー型がえートップとなりますが、PBR の面ではバリュー型 方が最下位となります、えー、いずれにせよ、えー、ご覧の通り、えー、バランス型が、えー、グロース型とバリュー型の真ん中にランクインしていますうん、なるほどさすがに中央の道のスタイルということですねそうですね、はい、はい、それでは続きましてその関連の三銘柄ご紹介をお願いします はい、えー、まずは、えー、中国屈指の大手製薬メーカー C 薬集団を紹介いたします。はい、次のスライドをご覧ください、えー、主力製品は、えー、多種類の抗がん剤と神経系疾患治療薬です、えー、抗感染症薬、えー、心血管薬、えー、呼吸系疾患や、えー、糖尿病の、えー、治療薬などの開発・生産にも注力しております。 また、原薬や機能性食品などの製造も手掛けております。注目点は3点あります。1つは国内の高齢化や医療保険普及に伴う需要増を背景に、 薬薬とと発発の開発に取り組むことですね2つ目は今年3月にコロナ拡散ワクチンの緊急使用強化を取得したことです3つ目は新型コロナ治療薬の中国販売に関してアメリカファイザーとの戦略的提携を構築することです 次のスライドは株価チャートです。実績 PR は約11倍となり、実績配当利回りは約3.6%です。続きまして、2つの銘柄は中国通信基地局の大手運営会社の中国鉄道です。国内通信大手3社の各自運営だった基地局事業の合理化 一体化を目的に設立された国策企業です中核事業は通信事業者向けインフラサービスで基地局と分散型アンテナシステムの両部門で構成されております注目点は3点あります1つは通信3大手が大株主で主要顧客でもあることです 2つ目は一体両翼戦略のもとに非通信向けは高成長が続く見込みです。一体両翼とは通信事業者向けインフラサービスを初代異業種向けデジタルサービスとエネルギービジネス事業を両翼とする経営戦略です。 3つ目は国内通信キャリアとの契約更新で本業も安定成長の見通しです。次のスライドは株価チャートです。実績 PR は約16倍、実績配当利回りは約4%です。続きまして3つ目の銘柄は民営の自動車大手メーカー、ジーリオートです。 g ーブランドでチャイナスターシリーズに含まれるアイス UV やセタンなどを製造し、キッカーシリーズでミッドルエンドの純電気自動車の生産も手掛けております。注目点は3点あります。1つは複数のブランドで製品の高度化に注力することです。2つ目は輸出と新エネシアの生産拡大に取り組むことです。 三つ目は今年の新車販売台数が前年比え二桁増との目標を設定したことです。次のスライドは株価チャートです。実績 PR は約19倍となり、実績配当リマバリーは約4%です。はい、あ最後の配当リマバリーが約2%ですかね。あ、約2%です。はい、ありがとうございました。いたしはい。はい 今回は長期投資の観点で注目される中国株シリーズとしてバランス型ポートフォリオをご紹介いただきました、はい、それでは今日はこのあたりで失礼します甲さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました